はい、こんにちは、武田クリーニングです。はい、今日ご紹介のアイテムはバーバリーのトレンチコートです。何度も何度もクリーニングに出したことがあると、しかも何度もシミ抜きを依頼したことがあると。それでもなかなかね、シミが取れてくれないと。で、年々こう気になって気になってというふうなことで、今回ご依頼をいただきました。年に1回シーズンオフにですね、しまい洗いということで、クリーニングに出す方たくさんいらっしゃると思うんですが、それでねすっきりきれいになればいいんですけど、なんかすっきりしないなと。で、すっきりしないけど、まあ、こんなもんかと。そんな風にして、毎年毎年着ていくうちにですね、どんどん汚れが蓄積されてきて、で黒ずみが目立ってきて、そして黒ずみが次第に黄ばみになってきて、なんていう風な感じなんですね。非常にそれは嫌だなという風に思っていて、で今回ね、着用に伴う自然な変化として襟とか袖とかが特に気になるという風なことなんですが、正直すごく分かる色の段差じゃないです。パッと見分かるようなね、汚れてるなという風な感じではない。つまりまあパッと見は分かんないぐらいのところなんですよ。まあ襟は唯一分かるけど、袖なんかはあんまり分かんないんですよ。でも意識してみると確かに黄ばんでおります。黄ばんで黒ずんで色の段差がこんな風にできておりますね。でこれをね、今回すっきりと綺麗にするというのが私の仕事でございます。素材はですね、綿とポリエステルの混合素材になっています。はい、ポリエステル 67% 綿が 35%、 あ逆かな、あ違うな、ポリエステル67だな、そうだよね、コットンが33。へえ、大抵綿の混率の方が多いんですけどね、これポリエステルの方が多い混率になってますね。お洗濯液表示 P ドライクリーニングになっていて、水洗いがパツになってます。でも今回僕は水洗いもして、綺麗ですっきりしたいと思いますね。やっぱりリスクを伴わないこのお洋服にふさわしいメンテナンス方法はやっぱり洗濯液表示的にもドライクリーニングだと思います。でもそれですっきりしないんであれば、もっと洗浄力を上げまして、ドライとウェットダブルクリーニングですっきりきれいにしたいと思います。頑張ります。はい、仕上がりです。バッチリでしょ。仕上がりのこうパリッとした感じでしょ。綿 100% ではなかったので、ポリエステルが混合されていたので、若干その落ち感があるというか、柔らかい感じの仕上がりになるんですが、でもね、現段階では仕上がりの段階ではね、結構張りがあって、ちゃんとした状態に仕上がっております。はい、お客様が一番気にしていた襟です。はい、襟こうなってます。すっきりと綺麗になっておりますよ。全く色の段差がないです。パーフェクトな仕上がりですね。完璧です。同じようにね、袖ももう綺麗になっております。まくったところね、ちょっと黒ずみ出ていたんですけど、すっきり綺麗にすることができております。大丈夫です。毎年ね、メンテナンスはなさっているというふうなことでも、やっぱりすっきりしないときはね、ご相談いただきたいなというふうに思いますね。もちろんどのクリーニング店さんも何一つ得なことがないので、お客様のお洋服をわざと悪くしようとは思わないわけなので、お色質感風合い全て保った状態で、お預かりの状態を保つというふうなことを大前提にしているわけなんですよ。そうするとですね、ちょっとやっぱり危ない橋を渡りたくないというか、無理をしたくないというふうな気持ちもわかるんですが、そのメンテナンスをずっと繰り返した結果ですね、やっぱり少しずつ少しずつ汚れが蓄積されてきて、なんかすっきりしないな、薄汚れてるなっていうふうなね、それを我慢して、毎年毎年着ていて、うわもう我慢できないというふうなタイミングでご相談いただけると、今回のようにですね、すっきりとシミをゼロにリセットできるんじゃないかなというふうに思いますので、長く愛用できるコート、ブランド、アイテムだと思いますから、ぜひ、ご相談いただきたいと思います。バーバリーのトレンチコートでした。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。